デジタルを未来の鼓動へ。デジタルホールディングスは日本のすべての企業の人の挑戦のインフラとなり、どこまでも希望が続いていく未来を実現します。日本では労働人口の減少や生産性の低迷などの課題解決のために、 IoT のさらなる促進と AI やロボットの活用などが望まれ、業種、業界、規模の大小を問わず、すべての日本企業にとってデジタルシフトが最大の経営課題となっています。デジタルシフトには大きく分けて3つのフェーズが存在します。まず、情報をアナログからデジタルへと変換するフェーズ、そしてプロセスを IT によって効率化するフェーズ、さらにこれらを基盤として産業構造やビジネスモデルをアップグレードさせるデジタルトランスフォーメーション。デジタルシフトとはこれら一連の流れと取り組みを指す言葉であり、社会課題解決、経済発展を目指そうとする意思のことです。私たちデジタルホールディングスはこうした考えのもと、企業のデジタルシフトを実現するサービスを提供してまいります。サービスを下支えするのが、私たちが20年以上にわたり培ってきたノウハウです。企業経営の中心ともいえるマーケティング活動をデジタルを軸にサポートしてきた実績、そして大手から地方企業、中小企業まで幅広い顧客との信頼関係、信頼構築に大きく寄与しているのが、今やその存在を抜きにビジネスを語れない大手プラットフォーマーとの強固なリレーションシップです。また日本で唯一の AI プラットフォームを保有し、世界のデータサイエンティストとの強固なネットワークを持つほか、ベンチャーキャピタル投資によって結んできたテクノロジー企業とのネットワークも持っており、常に最先端の情報を取得しています。そして何より、こうした事業を育ててきた1500人以上のデジタルに精通した人材が私たちの最大の強みです。これらの強みを掛け合わせ、企業のデジタルシフトを推進するエンジンとなるべく、今後は4つの領域でサービスを強化・開発してまいります。一領域ではデジタルシフトをリードする人材の社内育成を支援するほか、デジタルサービスを実行する人材を提供します。モノ領域では、どんな企業でも構えることなくデジタルシフトに着手できるサービス・ツールを自社開発し、顧客企業向けの SaaS を提供します。金領域では、顧客企業の成長を金融面からサポートします。情報領域では、最新のテックトレンド、ビジネストレンドの収集と提供を行ってまいります。人、物、金、情報という全ての経営資源の至るところでデジタルシフトを推進する存在として、必要なサービスをワンストップに提供、変革のエンジンとして労働人口に左右されない経済発展を叶えます。そして私たちは社会に必要な存在となり、2030年には企業価値1兆円を目指します。デジタルを未来の鼓動へ。